陽気様ら、こちらのゲームをご存知あるか？こちらは2年前かなんかいつやったか忘れたが、かなり昔にあった、なんだっけアプリの名前、ちょっと待って、アキネーターだ。そう、アキネーターっていうアプリなんだが、こちらは俺様とか、ね、カカロットとか、いろんなやつのことを当ててしまうというゲームだ。もう分かったか、説明これで。分かったか！始めるぞ！押し決めた！皆さん大好きな、ブルマ。よし、行くぞ！ブルマだ！ブルマで行こう。じゃあ、早速質問が来てるが、YouTuber？ ブルマの YouTuber も見てみたいが違うんだな。いい絵だ。男性、女だ。で、実際に存在する？存在しない。人間か、当たり前だろ、貴様！学校に通っていますか？通っていたが通ってはない。あいつは今科学者やってるからな。カプセルコーポレーションの10巻以上漫画がある。ドラゴンボールはめちゃくちゃあるぞ。ワンピース。残念ながら関係は全くないんだな。まあ、コラボはしたことあるけど、あるけど関係ないにしとこうか。アニメが違うな。黒髪。ブルマって髪色変わってるよな。初期の頃と比べたら、緑とか青とか、そんな感じ？うん、いい絵だな。特殊な能力。気候派とかカメハメ派か。ブルマはカメハメハ撃てないな。特殊な能力は使えませんだ。戦う。昔はな、カカロットに、拳銃撃ってたらしいが、まあ、戦うことはまあ、無理だろうな。一度でも行け。俺様だ！二度結婚してたりするのか、もしかして。お！ヤムチャーなわけないが、俺様とだけだ。よりによって俺様らしいぞ。うん、結婚はしている。子供が、トランクスとブラがいるな、今は。トランクスとブラだ。もう一人出てきたら別の男が行ったってことになるから、まあブルマとトランクス、あ、じゃあブルマだ、ブラとトランクスだ。だから噛んじまうな今日は。うん、二人以上いるぞ。太ってる。よく見れば太ってる気もするが、いや、俺様は旦那だ。太ってるなんて言えないわ。家にしとこう。主人公と同居だ。昔カカロットと同居しててパンパンした。おカカロット出てきやがれ。同居は昔したことがあるらしいが、今はしてないから家にしとこう。すでに亡くなっている。昔亡くなっていたが今は生きてるぞ。ドラゴンボールの登場、そこまで来やがったか。その通りだ。金髪。金髪？絶対違うだろう。お前何を想像してる。おい、おい貴様、スマホ使って調べんな貴様。反則だぞお前。まあいいだろう、金髪ではない、いい絵だ。ん、申し訳ございませんが、このアプリではこのようなコンテンツはご利用いただけません。マジこいつ何言ってんのこいつ、ちょっと、え、何言ってんのこいつ、え、何、どういうこと。ブルマは当ててはいけないということか。ブルマを当ててはいけない。ブルマを当ててはいけないということか。あいつなんだ、国家の中か何かなのか、あいつは。どういうことだ。いや、この動画これで終わりだな。これで終わろう。面白いわ、これで。面白いから終わるぞ、貴様ら。また会おうぜ。なあ、ブルマを当てたら、とんでもないことになったっていうタイトルにしようかな。当ててはいけない人物だったようだ。え、なんで無理だったの？え、なんでブルマ無理だん？別に、ご利用いただけないほどの人物じゃないだろ、あいつは。剣を使って戦う。お、まさか！さすがじゃないか！なぜトランクスができてブルマはダメなの？国家機密か、あいつは。まあいいだろう。トランクスは当てれたようだ。ブルマは国家機密だったらしいが。次行くぞ！次は誰にしようかな。やっぱドラゴンボールのマニアックなキャラクターで言ったら。よし！セルマックスだ！今回の映画で出てきたセルマックスで行こう。セルマックスさすがにわからんかな？最新すぎて。じゃあ、行ってみるか。ジャニーズ事務所、あいつがジャニーズに入ってるわけないやろ、貴様！目はある。あったな、確か。実際に存在。してたら今頃地球はどうなってることか。ポケモンに関係する。関係は、ポケモン出てきそうだけどな。なんか、伝説のポケモンとか言って。違うだろ！スプラトゥーンも関係はない。髪の毛、ないな、あいつな。目がありますが、目はあるって、白くはないな。尻尾あるな、なんか変な尻尾が。戦う喋ること、しか言ってなかったから喋れない、あいつは。無理だ、巨大な、
バレたか、巨大な体だ。少年ジャンプ、あ、関係はあるぞ。ドラゴン、あ、出る出る出る。明るい場所、は、何言ったこいつ、何言ったからだこいつは。でも戦ってる場所は暗かったよな、結構なんか夕焼けの危ないバージョンみたいな色してたが、違う。フルネームは6文字、セルマックス。お、まさかバレた、セルマックス。え、違うだろお前。